9.70、 1本目が 9.60、 2本目 9.80 の 9.70 でトップに立っております。具志堅選手はすでに釣り輪で優勝を決めておりまして、2種目目の優勝が濃厚であります。今日のこの種目別の選手権は、昨日の個人総合選手権それぞれの種目で上位8人の選手が出場しております。ただし昨日の個人総合選手権の得点は関係ありませんで、持ち点制を取っておりません。自由演技一発勝負であります。男子審判員はタラベラ選手の得点は 9.50 であります。これはカナダの選手ですね。そうですね、エルフィ・シュレーゲル選手ですね、はい、日本にもおなじみの選手であります。後転跳びが2回、幅は10センチしかありません。シュレーゲル選手も随分大きくなりましたね。そうですね、女の子というのは1年でもう随分体型が変わってきますね、はい、そうですね、まあ、それだけにやはりあったと速攻中入りバランス崩しました。落下、今のは、はい、バク転のところが全然切れてませんでしたから、そうでしたか、膝も曲がりましたし、スワンのところで、はい、シュレーゲル選手は18歳になりました。8歳の頃から体操を始めておりまして、日本にも何回か来ております。前方の宙返りであります。綺麗に両足で着地しました。アメリカの選手は今のように、はい、平均台をぐるっとこう回るような技をよく入れますね、あ、そうですか、はい、バク転2回から2回ひねりですね、はい、少しひねり不足でしたね、はい、やはり女の子というのはウエイトが少しかかりますとね、はい、技のキレがなくなりますしね、はい、今までできた技もだんだんできなくなってくるんですよね。なるほどね、これでどうやら平均台の方は中国の呉佳妮選手の優勝が決まったようであります。さて跳馬の方では